俺、捕まるのかな事件があった8月1日、警察の情長取を終えて自宅に帰宅した17歳の少年は、安そうな声で母親に一言、そう漏らした。母親、M は何か言っていたとだけ聞くと、それ以上、証をお問いただすことはなかった。8月1日、滋賀県内、市の17歳の無職の少年が小学校1年生の妹 M ちゃ、6、 を暴行して死亡させた事件。少年は当初、妹がソロのジャングルジムから転落したと言って、隣住民に助けを求めた。しかし、その後の警察の捜査で、実際には兄である少年が、m ちゃんを宅で殴ったり蹴ったりした挙句、右腹時、うん、は、やろ、骨骨折などの怪我を負わせ、死亡させ、と見られている。 文春オンラインはこれまで、M、ヤンが亡くなるまでの経緯や、M ちゃんの家庭、経済的に困窮し、家賃を滞納していた、事実な、を報じてきた。その後の取材で、事件の数日前、ラ母親が子供二人を残して一週間ほど家を留守、していたことが分かった。M ちゃん家族をよく、る人物が説明する。M ちゃんが亡くなった日、母は、大津ではなく、 大阪に滞在していました。も、元母親は家を空けがちで、今回も数日前か、m ちゃんと少年の二人を残して、家を離れて今た。8月1日の朝に、警察からの電話で、m ちゃんがジングルジムから転落して、救急車で運ばれた、聞かされ、慌てて、車で、大津へ向かっていまし、が、その時も、怪我程度だろうと思っていたよ、です。しかし、m ちゃんは、 搬送先の病院で死亡が認された。捜査関係者は、M ちゃんの遺体のようを指摘する。M ちゃんの死因は外傷性ショック。遺体は目が開いたままの状態だった。体に無数のあざが見つかったが、その大半が体の半身に集中していた。これは、左利きの人間が行を加えた時に起きる特徴。そして、 事件当時、糸口にいた17歳の少年は左利き、不審に思った刑は、事件当日から少年による暴行の可能性を定めして、少年と駆けつけた母親の二人に事情を言っていた。